ご主人様、なんかナポリタンありますね。あれ、それは打鍵じゃないか。あっと、ナポリタン。はい、日本の塩です。白お手。はい、ご主人様はそんなに頭が良くないんですよ。今の言葉も頭悪かったですからね。あ、あそこに可愛い女の子が。バカいる。あのですね、あのご主人様はすいませんか。出た、下の暗記じゃねえ。このコーナーはくじによってランダムにキャラクター、性格、お題を選び、あらゆる無茶振りに対応していこうって、ごめんなさい噛みました、あらゆる無茶振りに対応していこうっていう勇気あるコーナーです。かわいいな。あのリミットは全て1分だから、うまくまとまるように頑張ろうな。はい、それじゃあ早速行ってみましょう。全然言えてない。エッチー体操考えちゃう。バカ犬体操。バカ犬体操も考えていただけるんですか。マジですか。バカ犬ちょっと俺どうにかしていく。おっと、バカ犬をもっとね、プロデューサーカジ勇気が、カジピーがね、カジピーがすごい今なんかうずいたらしいよ。キャラクター化していこうかこれ。エッチーのペットだね。エッチーのペットでバカ犬出てきますか。バカ犬ですね。バカ犬白。バカ犬白。白。おそう、これいいな。すごいね、どう展開していくのか全然俺には展望が全く見えないんだけど、バカ犬、白のペットがエッチーの方がいいかな。のはずなんだけど、エッチーにこき使われる白。うん、あ、よくあるよね、飼い主がなんかこうペットにこき使われたりとか、パシにされたりとかっていうね。じゃあエッチーがペットだな。あ、うん、でこき使うんだ。そう、ある日白がエッチーを加えて帰ってきたんですよ。あ、さらに白にはさらに飼い主がちゃんといるんだ。いるいる。あ、うん、だからもう、あ、何も連れてきたのって言って、シロ、あんた自分で面倒見なさいよって。は、はい、わかりましたって。そうやったんだけど、エッチーはもう顔に歯型とかついてるから、こうやられて持ってきたから。なんだバカ犬。あ、ごめんなさい、ちょっと力強く噛みすぎました。来ませんね。ちょっと変なジェルみたいのが出てきてんじゃないか。あ、ごめんなさい、ちょっとそうでしたか。まあ僕にはよだれも多分混ざってると思いますけども。みたいなね。では、行ってきます。桃太郎はまず、村外れで犬に出会いました。桃太郎さん、桃太郎さん、急いで、どこへお出かけですか。鬼ヶ島へ、鬼退治に行くんだ。腰につけたものは、何ですか。これは、日本一のきび団子。きび団子一つください。一つく、いや、一つじゃなくてもいいんですけど、くれたら僕お供します。それではお前に分けてやろう。これさえあれば十人力だぞ。だから俺も反省しましたよ。なんかやっぱ先輩だし、こうね、飲んで楽しくやりたいなって思うから、こうがっちり僕も止めなかったんですよ、今まで。でもこれからはきっちり止めます。そうですね、ひろたん、はい、ダメだよって。はい、忘れたの、あの惨劇を。はい。なんでダメになってんの。すいません、あの飲みすぎまして。本当すいませんでした。バカ犬が出てきた。いよいよ楽しくちゃっちゃってなっちゃって。いや、でもまあ楽しかったですけどね。まあ、あの、なので、はい、あ、これダメだ、これ俺じゃないわ。でも俺がやんの。やってみようよ。マジで。うん、ミスティーネーム、組姫です。うん、バカ犬に言ってほしいフレーズです。おお、言ってごらんなさい。さあ、言ってみようか。はい、あの顔を思い出せばいいんだね。はい、これ、この顔ですよ、この顔、この顔ですよ。やってみましょう、やってみましょう、やってみましょう。それじゃあ、いきましょう。3、2、1、ミスティー。ご主人様、お家で待ってますので、今日頑張ってください。あ、お土産は唐揚げでお願いします。いいですね、唐揚げ。お土産は唐揚げがいいと思います。もしくはお稲荷さんがいいです。お稲荷さん好きなの。いや、今ちょっと出てきただけ。でも合ってるね。合ってるわ。はい、行くよ、どんどん行くよ。なんかテンションが変な方向に進みつつあるよ。ください。はい、うわ、怖い。何
私メリーさん、今あなたの後ろにいるの大好き。怖い怖い怖いよ。怖くない全然。この俺字が怖いもん、もうなんか怖くね。でもやっぱ逆に怖いよね。私メリーさん、やめて。今あなたの後ろにいるのバカ犬大好き。いいな、バカ犬後ろにいたら嬉しいな俺。バカ犬お前なんでいいんだよって。メリーさんの後ろにさらにバカ犬がいるわけだからね。バカ犬エスパーだな。私メリーさん、今あなたの後ろにいるの大好き。大好き。いいな、バカ犬後ろにいたら嬉しいな俺。てかね、あのちょっといい？うん。バカ犬ってね、あのもうな、人懐っこくて可愛いんだけど、ずっとついてくるから、こう台所とかにいるとね、もう邪魔くさいんだよね。もうなん、もうちょっと前、今鍋とか運んでるからみたいな時にまとわりついてくるんです。そうだね。ごめん、ちょっとそれがどうしても言いたくなっちゃう。どうでもいい設定だったね今ね。バカ犬の主張だよ。これ皆さんバカ犬飼ってる人はわかりますよ。いい犬は知らないよ。動物といえば、せーの、あーやりましたね。やっぱね、まあ犬といえば、うん、バカ犬ですから。どうもお世話になっております。ひもの城でございます。どうもいつもお世話になっております。ご主人様がお世話になっております。こちらこそね、やりましたね。変えました、変わりました。どうもお世話になっております。うちのご主人様が。 あなたはバカ犬シロじゃないですか。そうです。どうも皆さん、何年ぶりでしょうか、何ヶ月ぶりでしょうか。どうもシロです。あ、どうも。ちょっとこれだとなかなか会話進まそうなんで、ね、戻しますね。みんなにおまじないだよ。チチンプイプイ、チチンプイプイ、素敵な一日になりますように。ワン。ローロン卵。レアレビデン。これは遠い昔の物語。俺が行くよ。待って、あなたは。この海の向こうに。行こうみんな。俺たちはもう。引き返すことなんてできないんだ。捕まれ。僕はいいんです。僕のことなんて気にしないで、あなたは幸せになってください。いる。全米が泣いたあの感動作がついに登場。俺はお前を許さない。カミングソン。